こんにちは。ウェザーニュースの高山奈々です。この後の全国の天気をお伝えします。今日も日差しが届くところが多く、引き続き熱中症対策、紫外線対策が欠かせません。それではアイコンで全国の天気を確認していきましょう。全国の天気をお伝えします。今日も九州から東北の広いエリアでしっかりと日差しが届きます。洗濯物の外干し日和となりそうです。ただ内陸ほど気温が上がりますので、引き続き熱中症対策、紫外線対策を行ってください。また午後になりますと、内陸山沿いを中心としてにわか雨や雷雨の可能性がありますので、空の変化にご注意ください。一方、北海道は雲が広がりやすく、東北エリアほど雨が降りますので雨具があると良さそうです。一方、そして沖縄の方では今日は梅雨の中休み、雲が広がりますが日差しが届くこともありそうです。以上、全国の天気をお伝えしました。午後からも頑張っていきましょう。